今日は鴨南蛮を作っていきます。まずはいつものタルタルソースを作るタル。ラッキョウをみじん切りにして、マヨネーズ、塩コショウ、ハードボイルドエッグ、初心者がやりがちな失敗ですが、こちらチョコエッグでは代用できませんのでお気をつけください。さらに甘酢を作ります。醤油5、砂糖4、酢4で混ぜ混ぜして、酢が足りないのですし酢とポン酢を入れてなんとかしましょう。こいつをレンジでチン。メインの鴨肉調理していきます。業務用スーパーの鴨ロース、小麦粉をまぶして卵を絡めて揚げます。表面がツルツルしてるから衣がつきにくい。油にドボン。唐揚げと同じ感じで二度揚げにしていきます。揺れつ音というわけで完成です。甘酢を絡めて断面計算さん、中を改めさせてもらう。あっつ、これは公務執行妨害の現行犯だ。うん、中まで火はしっかり通って、うん、思ったより衣が薄いかな。でも見てください、このあふれる油。ゴーゴーの葉っぱとタルタルソースを盛り付けて完成です。それではいただきます。美味しいっちゃ美味しいけど、チキン南蛮の方がうまい。というか衣がザックザックしてる方が好きなので、いまいちかな。鶏天っぽくしてしっかりと衣を作った方がいいかもしれない。鴨にスモーキーな調理がされてるから、ちょっと情報過多になってる気がする。というわけで今日は伝統の鴨南蛮を作っていきました。ごちそうさまでした。魔が差したら試してみてください。